実は僕来年の春エベレスト挑戦することにしたんです。おお、すごいね。その前に結城さんと一緒についたてを登りたかった。うん、あの夏親父と結城さんがやろうとしたことです。俺が年を取ったこと忘れないでくれよ。俺が33ってことは結城さんおいくつになられたんでしょう。聞くな聞くな。